はい、どうもプラルでございます。今回もやっていきましょうということで、今ですねキャラクター画面に来ているんですけれども、こちらですね猫忍者青というキャラクターがいるんですけれども、今回こちらのキャラクターに関してはですね隠しキャラらしいんですけれども、なんと何も事情を知らずに勝手に開封してしまったということでですね、なんか出てきた時の画面でそのままボタンを押しちゃって飛ばしちゃったんですよね。だから今回はですね、まあ、こちらのキャラクターね、ぜひね開封しようかなと思ったんですけれども、そのまさかね、普通日本編回ったらこのキャラクター出るとは思わなかったので、ちょっと開封条件がいまいちわからないんですけども、もしわかる方いましたらね、コメント欲しいなって思うんで、まあ、確かね三重県ら辺をねなんか回ってたらこのキャラクター出てきたんで、まあ三重県がなんだろう、それ開放条件なのかは知らないんですけども、まあ多分日本県かな、多分ね、うん、とりあえずちょっと分かった方は本当によろしくお願いしますということで、今回はこちらのキャラクターのご紹介していきたいと思います。はい、猫忍者のですね青バージョンということで、漫画の力で忍者を極めた限定キャラバトル猫よりも精度が高く赤い敵に滅法強いということで、はい、で進化するとなんと橙色になりますね。はい、アニメの力で忍者を極めた限定キャラクターバトル猫よりも性能高く、これ同じですね。はい、ということでですね、ちょっと色が違うということで、こちらのね、猫忍者とですね、はい、ドドドドドンとこちらちょっとゲットしたので取得しましょうか。はい、ということでこちらのキャラクターをですね2体使いましてですね、こちらちょっと進化前になっているのけどね、ちょっと待ってクラスチェンジして、戻しましょうか。はい、猫忍者の、まあ、通常バージョンとこちらですね猫忍者の大体にしようかな、どっちがいいかな。じゃあ青にすっか、うん、青で、ちょっと使っていきたいなと思います。はい、さあ行きましょうということで、じゃ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 んと行きまーす。ベビーラーシ第2弾目これは何恒例にするべきなのかがわからないんだが、まあとりあえず行きましょう。200なんでかなり量産できるかなと思います。まあ基本的にですね、こちら青の方を中心に行こうかなと思いますが、たまにも入れると。この忍者すごいです、すごいね。もう忍者ってさ見えほとんどあれでしょ。あー待って出撃制限食らっちゃったんだけど、おお強い強い強い、多勢に無勢ってやつ、これすごいですね。待ってこれダメじゃん、待って先にブンブン出てからやった方が良かったんじゃない、めちゃんこ強いんだけど、ちょっとね、うわーすごい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 、いいねこの景色、なかなかいいよ。さあブンブン出てきました。やばいキャラが重なってる、キャラが重なってる、まずい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 、いけ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 、まずいってまずいって、とりあえずどうしよう、赤に滅法ついて関係ないからな。まあこれでひたすら出してれば勝てるっしょこれ重なってるとなかなかまずいんだけど、あやばいもう終わっちゃった。あれ待って、コントローラーが言うこと聞かないんだけど、コントローラーが言うこと聞かない、勘弁して。でも2体でもいけるんじゃないこれ、神様使い切っちゃったけど、ちょっとピンチならまた使いますね。これ割とギリギリいけるんじゃないこれ、いや無理か、いや無理っぽいな、やっぱ無理だなあー神様使いまーす神様使いまーす、ベビーラッシュ第3弾、いやー無理だね、うん、もう使った方が早い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 、見てろブンブン、もうすぐ終わらしてやる、もう完全に猫缶の無駄遣いなんですけどもね、もういいよもういいもういいもういい、いけもういい、青だけでいきます、青だけで、いやここまで重なれば1分以内にはとりあえず終わらせたいところ、いやーすごいね、あやばいやばいやばい、制限かって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 る、ノックバックしよう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 、いやーすごいなこれは、しかしすごいしかしすごい、これ待って1分あと30秒あと30秒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 、いこう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 、とりあえず頑張ろうとりあえず頑張ろうとりあえず頑張ろう頑張ろう、もう進化後にさせた方が良かったかな、うー意外と耐えるな、しかししかし耐えるな、頼む頼む、あともうちょい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 、
あともうちょい。あー、やばい。ギリギリダメだね。あー、2回神様使ってもこれはダメですね。とりあえず。あともう1回くらいさ、ノックバックすれば。あー、ダメ？ダメ？ダメ？いやいけると思ったんだけどな。これ悔しいね。まあもういいや。勝っても負けてもいいや、もう。とりあえず、ひたすら。勝てなかったら勝てなかったで、うん。まあただね、量産された青が見たかっただけなので。いやいやいや、HP あるな、しかし。しかし、こいつ HP あるな。悔しいな。じゃあ別のキャラクターにリベンジするか、次は。ね、次の隠しキャラで。まあ今回はこれがちょっとね、運がなかったと。運がなかったと。しょうがない。これはしょうがない。これはしょうがないんだ。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 ギリギリダメなんだよ。ギリギリ。ね。でも意外とでも持ちこたえてる感はあるね。うん。頑張ってる、頑張ってる。彼なりに頑張ったよ。うん。ちょっとブンブンがね、もうね、強すぎるんだよ。そう。そう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 。ギリギリ。でもすごいな。すごいな。ギリギリ、本当にギリギリなんだけど。でもさ、ワンチャン取り巻きになければさ、なんとかってか、ノックバックするぐらいだったらもう倒れてくれ。もう頑張ってるんだから。もう神様はもういいよ。もう3回はさすがに使いたくないって。せめて別のところで使いますよ。おお、来たー来たー来た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 、さすがですね。おお、やり。おお、勝ったね。さすがです。はい、っていうことですね。今回はですね、こちら猫忍者青、あと進化後の代々でいいのかな、ちょっと何とも言えないんですけどもね、こちら、のね、まあとりあえず紹介になりましたんですけれども、まあこちらですね、うん、まあ本当にさっきの月のやつはね、本当におまけということでね、何ともよくわからない戦いだったんですけどもね、まあかなりね、なんかすごい、なんだろう、愛着湧きそうなキャラクターですね。なんかすごく可愛い、うん、すごく可愛かったなと思います。まあ一応ですね、このキャラクターの解放条件がちょっと本当にいまいちわからなかったんで、ちょっとね、ぜひちょっと解放できてね、分かった方はよければね、本当にコメントいただきたいなと思います。ちょっとね、本当によろしくお願いします。募集中ということでよろしくお願いします。ということで、まあね、ゲットした方は、まあなんかね、本当に、自分でも情報が分かればね、またお伝えできればなと思うんでね、その時はちょっと、まあ、コメント来るか、それとも自分で見つけはどっちか先になるか分かんないんですけどもね、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。隠しキャラの方が見つかりましたらご紹介していきたいと思います。ということで、バイバイ。